守備に入っています。アンカー投球、これから4球目ストライク。いやブルホー見ましたか今の三振を。マノチです、よろしくお願いします。ブルロックやっていきましょう。難易度変わらずです。今日は7月の14日、撮っていきたいと思います。今現在順位が1位ですよ皆さん、すごいでしょ。んで、ここ終わって明日の動画が、日本代表ですね、まあ、頑張っていきましょう。んで、今日も撮りダメになるのかな。はい、今これ撮ってが2月の17なんですけども、18日、てか昨日ね取りだめして、で17日の天気がすげえ悪い、停電になるかもしれないみたいな理由で、まあ、取りだめしてたんですけど、結構穏やかなのよ。んで、天気予報見たらとりあえず明日まで警戒が必要らしくて、で明日もまあそこそこ風速があって、まあちょっとやばいのかなと、まあなんとかなるかなと、まあ微妙なところなんだよ。でちょっと取りだめした方がいいかなということで、はい、取りだめでございます。で、前々回の、コメント読んでいきたいと思います。一人の女性を守ることができないものに試合での1点を守ることができようか、いやできない。なんかかっこいい感じだけども、清田くんの不倫だもんね。滑り止め成功おめでとうございます。あまり偏差値が高くないので公表しませんが少し安心しましたと。いやおめでとうございます。はい、おめでとう。今年のキャンプ、今のところ柳町くんの実績成績、8割3分3厘で絶好調ですよ。すごいですね、すごいね。まあね、そのシーズン前の成績当てにならんとかって、まあ、言うけども、柳町くんの立場からすればね、もうそこでいかにアピールするかだもんね。いやなんとかこう、去年開幕1軍だっけ、だよね確かね。ちょっと今年もね開幕1軍で、まあできればスタメンで頑張ってもらいたいですね。マノッチ、不倫関係の野球選手はネタにするけど、もし今後こう強姦殺人とかした選手出てきたらネタにする、しない、しないね、できないよね、できない。うん、なんだろう、不倫はなんつうのかな、多分俺の動画を好んで見る人はみんなそうだと思うんだけど、女遊びしゃあねえべってとこあるじゃん、あるじゃんあると思うんだよね。だからなんかこうまだ笑いにできるけども、殺人とか強姦まで行っちゃうとね、ちょっと違うよね、そのずれ方が違うと思う。マノッチ、岡大海選手の日ハム時代って覚えてますか。いやもうこれね、いやもちろん覚えてるよってすごく言いたいんだけど、もうなんかイメージがもうロッテになっちゃってるな。そういえばマノッチってスモールベースボール使ってる時、盗塁してからバントすることないけど理由あるの？その方がスモールベースボールの効果大きいと思うけど、まあ盗塁二塁だよね、ランナーがね。なんかね、ランナー一二塁だったらなんかバントしようかなって気にもなれんの。ランナー二塁だったら、でそのからノーアウトだったら、俺バッター3人バット振らした方がいいべってなんか思ってるんだよね。だ そこじゃないかな。今日のスモールベースボール評価、うん、ごめんね、なんか毎回来てるのは知ってんだけどね、あんま読んでなかった今日読むから。はい、タイミングは良かったが慢心したのか、性質にいつもの奥深さが欠けていた。集中力を養うことを最優先に。はい、よしやっていきましょうか。あ、ね、井上くんが、覚醒しました。どこ行きました、あいた、はい、覚醒しました。ただまあそんなには伸びなかったですね、そんなに伸びなかったですね。はい、まあそんなもんかな。よし頑張りましょうか。はい、今日ルーキー細貝くんいきます。能力こんな感じでございます。判明してなかったよね、昨日の動画まででは確か判明してないはず。こんな感じでございます。で関川くんこんな感じでございます。はい、んでね、まあうちのエース桜井くん、今んとここんな感じの成績ですね。はい、はい、
で今うちで一番勝ってるのが、彼ですね。7勝してっからすごいでしょ、7勝しちゃってっからね。んでね、そうそうそう、野手陣ですね、ちょっと見せたいのはですね、まあ、浅間選手、関根選手はまあまあまあ、去年とあんま変わらないのかなという感じなんですけども、岩見選手ちょっと4番で使い続けてます。結構成績残してくれてて、見せたいのがね、江越くん見てすごくない？いやもう阪神ファンはね、もういやもうこんな江越大河を見たいみたいな感じだと思うんだよね。これはなかなか立派な成績ですよ。まあそんなもんかな、そんなもんかな。ちょっとね、岡弘美選手があまり結果を残せずというところで、はい、まあこんな感じでいきましょうか。ユニフォーム、はい、問題なし、いきましょう。いやーさあ、これ18日アップでしょ。明日ね、俺誕生日なの、36。いやおっさん、おっさんマジで。いやでね、もう30超えてからもう、そうだね、34ぐらい、 5だな、もう35の、もうここ最近ぐらいまで。まもなく試合開始となります。おっさんっていう感覚のあんまなかった。なんかね、急に来た、急に来たんだよね、ここ半年ぐらいかな、急に来てさ。ブレイボー、いやあのね、よくさ、おじさんおばさんとかがさ、ごめんなさい、あれ次俺いくつなるっけ、あれ私次の誕生日で何歳だっけみたいな、あんま分かってない人っているじゃない。いやいやいや、分かるよと思ってたの俺今年ね、あれって思ったもん、あれ俺次37か6かって。あっ、どんまい、しゃない、ルーキー頑張れ、なんとか点取ってやっから。投球はこれから6球目。打った。センターへの打球。いやー厳しい。センターバックホーム。やばいね。ナイスバッティングです。ブルーチキンズ、なおもピンチが続きます。第4球を投げました。投げ。空振り三振。ボール球で仕留めました。まあ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 、1点ぐらいどうにかしますよ。これが13試合目の登板。1回の裏、1点を追いかけます。ブルーチキンズ。はい。じゃない、いやー36だぜ、なんとも言えないもんいやマジに、マジになんとも言えないもん。うまい、ここは3球三振に終わりました。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。バッターは、いやーちょっと細貝くん踏ん張ってほしいですね。やっぱこうね、俺の中でね、細貝っていうとやっぱはじめが出てくるんだよね。細貝はじめ、まあ、これが出てくる人はまあ俺と同世代でしょう。いやけど多いと思うんだよな、細貝といえばはじめってなると思うんだよね。 OK、ネプチ、いいよ。いやそういえばさ、漫画の話なんだけど、スイッチっていうバスケの漫画知ってますか？小学館かな確か。まあバスケの漫画がありましてね、で読んでたんです。まあ面白いです、それはいいんですよね、全然。でまあちょっとこうネタバレが若干入る話になるけど、やられたぜ。あのね、初球ストライクから第2球投げた。うーわー、ちょっとこれは厳しいホームランでございます。いやただまあここから逆転するね、こう今のブルーロックチームっていうのを見せたいね。ほう、いやもうちょい行こう、もうちょい行こう、うん、まあ、まあまだ言っても3点だ。3点取ることはすごい大変だけど、これでワンアウトランナーはありません。
んでね、そのスイッチって漫画で、まあ、主人公まあ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 小学生の時から話は始まるんだけども、まあメインは高校生なんだよ。今高校生の話をやってるんだけど、で高校1年生ので、まあ、先輩、まあ、3年生がね、まあ嫌なやつなんだよ、嫌なやつなんだよ3年生が。んでまあなんだろうな、こう1年生対3年生みたいな、まあ、試合がありまして、でまあそれが終わって、でまあ強豪との練習試合があって、でまあ合宿だとね、まあそんな流れなんですけども、まあ今俺が読んでるのはまあそこまでなんだけど、でその練習試合の時に、まあやっぱメインは3年生なんで、嫌なやつらをメインの試合にはなってくるんだけども、でまあその嫌なやつらをなんかこう1年生の主人公がね、こ うまいことこう熱い気持ちで奮い立たせてみたいな、まあ、よくあるパターンですよ少年漫画の。でね、その3年生の中に真野くんっているの、俺と同じ字の真野、時間の間に野原のの真野くんっていうのがいて、真野くんが出てきたと思って、その練習試合の時初めて名前が発覚するんだよね。で真野くん と広岡くんだったかな、まあ、その2人がちょっとこうピックアップされるような感じで、で広岡くんはねちょっとこう熱いんで、で真野くんはどちらかというとこうクールなタイプなんだよね。あ、まあここのこう熱さとこうクール冷静さをうまいことねこう混ぜ合わせた2人がなんかこれが活躍するのかなみたいに思ってたの。ただね真野くんのね小物感がやばいんだよね、まずね、こいつ多分伸びないぞみたいなあのもし名字が真野じゃなければ俺は多分そのキャラを覚えることすらないぐらい、まあなかなかにこう存在感が薄いんだよ。んでね、まあ、その真野くん、ねまあ、その合宿ですよ、合宿に入って、でその合宿の後にスタメンを発表するよみたいなことになるのね。で、まあ、それまでは真野くんでスタメンなんです。で、まあ、その合宿が終わってさあスタメン発表だと、真野くんねスタメンから外れたもうなんだろうな、あの小物感がねすごいやばいんだよね。オーケーオーケー、いいよいいよ。あーやばい、俺さっき何打たれたっけな、外角打たれてんだっけな。第9投げた、打ちました、初球ショート右の当たり。いやーちょっと太田選手外角大丈夫かな、行ってみようか。第9投げた、初球打ちました、取ってこれで3。いやー3点重いね。二塁ランナー5回の裏3点を追いかけます。ブルーチキン攻撃に入ります。うちノーヒットじゃない、野球の盗塁を今最初のバッター初球を打った。まあヒット出始めで早いさ、ライト前に出る、ライトを取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターはミスター3分前エゴシ。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れている。エゴシ君ショートが右、ショートから一塁。まあねちょっと動画の中では一切打たないですけど彼はカメラ回ってないとかだと大活躍ですから。いやまずヒットが出ませんな。ゲームは後半に入ります。頑張れ。いいよいいよいいよ。やっぱあれだね、こうスタミナある選手は使いやすいね。バッターは6番谷口、これが3度目のバッターボックス。投げました、インコース引っ張って、いやー打たれるな。ヒットになります。いや今のは守備うまいんじゃないですか。バッターは7番新村、今日は三振打ちました。オーケー、フォースアウト。オーケー、いいよいいよいいよ。よし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 。リプレイをご覧。まずちょっとヒット打つことから始めようや。3点を追いかけます。ブルーチキンズ攻撃に入ります。いいんじゃない。ボール球が惜しいね。バッターは北九州の鉄砲。これ。ヤギ沼くんなんやかんや結構打率いい。うん、あーセーフティーバントとかうまかったかな。投げました、インコースいっぱい、見逃し三振。いやなんか俺の知ってる加藤くんじゃないな、ここまでやられたぜ。ピッチングを見せています。試合は終盤7回に入ります。バッターバントの名手、頑張れ中島。ここまで2三振という内角ボール球を掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター平際の魔術師後藤、今日はキャッチャーフライとショートが打ちました。初球打ち、フラフラッと上がった。いやー3点ずしっときてんな、マジでどう。
ヒットも打てねえからな、3点どうのっていう問題の以前の問題だよな。いやー、なんでもいい、とりあえずだ誰かしらヒット打ってくれ。打てない、本当に打てない。これは厳しいよ。あ、もう最初言っとくね、あのパーフェクト避けたいがための一発勝負は使わないから、そういうのはしないから。よしよしよし、いや頑張ってんじゃないですかルーキー。まあまあいい感じにやってんじゃないですか。セカンド取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッター平際の魔術師。いやただこのイニングラストかな。いやちょっとこのイニングは踏ん張ってほしいな。一発かマジ使うなよ。よし、オッケー、お疲れさん。見事なピッチングです。8回の表が終わって、さあここは守備、さあなんとか出ようよ。ブルーチキンズ攻撃に入ります。バッターアイディア球の打ちました、引っ掛けた、ボテどうやってるヒット打てんだろうな。エゴシ君お任せだな、お任せ。今日はショートライナーとショートゴロ、スローカーブ、空振り三振。エゴシ全くタイミングがありません。バッター離島の回答佐藤、パーフェクト封じてやったぜ。走っていいから一発使う。ブルーチキンズ、スモールベースボールは使わんぞ。あ、待って考えろ、使わなくていいな、使わない方がいいと思う。さあここで勝負に出ました。第9ランナースタートを切った。二塁送球はどうだ。オッケー、いいよ。さあ点取ろう、出てこい、ホームランでもいいよ。第2球投げました、取られないこれ。いやー今のところノーヒットだよあ、けどあれだよね、盗塁したってことはノーヒットノーランではなくなるんだよね。な、記録じゃ何なの、ノーヒットの試合とか、その程度な感じ。さあここはさあいよいよ9回に入ります。先頭バッターじゃ交代。はい。細貝降板。マウンド上ピッチャーは早すぎたライオンズ野中。これが。よし、頑張れ。次は5球目。投げました。打ちました。吉田。いいよ。掴んだ。ショートから一塁送球。いやまずいな。さっきのチャンスちょっとものにしておきたかったよね。9回にビッグベースボールを使うか使わないかなんだよな。もし誰かしらランナー出たらスモールベースボール使えなくなるのが痛いんだよね。よしかん、打ってくれ。多分ダイスは誰かしらいるから。オッケー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 、スモールベースボールでしょここは。あ、今日出す必要ないじゃないかな。今日走れはしないんだよね。走るんだと野間くんだよ。ノーヒットノーラン阻止しました言ってたけど、ノーヒットノーランだったんだね。盗塁したからといってノーランではなくなるわけではないんだ。ブルーチキンズ、スモールベースボール。さあここで何を仕掛けて。イエー。はい。第9ノーマンスタート。投球ボールキャッチャー二塁送球。よっしゃ、よし、オッケー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 。一発もたまるぞ、絶対たまるぞ。つなげ、打て、宗君頑張って打って。第3球は宗君
とりあえずバットに当てて。第5球投げた。くそ。空振り三振。高めの変化球にやられました。打つしかない。あ、待って。あ、集中もつかねえ。第9。初球を打ちました。中島取った。一塁走。いや、一発溜まってないでしょ。溜まってないもんね。絶対、ああ、打たないと。流しかな。何このあっけない終わり方そんなあっけなく終わるかいね、終わるかいね、終わるかね。まあ結果的にはまあ細貝くんよくやったのかなと。あのシーンから抑え続けたわけですからね、なんやかんやでね。いや、なんかあれですな、ちょっと勢いつけて行きたかったね、その代表戦は。スキップで、あの代表のところまで行きましょう。誰選ばれてたんだろうね。もう全然オールスターにはあんま興味がなくて全然見てもいなかったけど。いやー、この短い時間の中で誰かしら覚醒とかしてくれないかしら。いや、誰か伸びないかな能力。よっ、金メダル取りましょういや、あの韓国の3番めっちゃ面白くないか。そんなずるいっしょそんなんずるいわ。その面白で来られたらちょっとダメだわ。それはなんかちょっと俺汚いなって思うかな。どうなってんだい。ああ、こんな感じになってんだ。うん、まあこれはこれでね、全然悪くないんじゃないかなと思いますけどもね。まあ村上くんいるのであれば、岩見選手はまあベンチで代打の切り札でしょうね。いや、これはこれで面白そうだけどね。なんかまあ調子見てだよね、そこはもうね。背中ポジになってる。これ背番号はここどうなってんだろう。まあ誰もかぶってはないですね。これはピッチャーだった谷本さんかな。あんまりこの字の谷本さんっていないよね。ピッチャーかなだよね、多分ね。やってみないとわかんないけど、すごい能力低そうなのは怖いんだよね、監督能力が。ま、終わりましょうか。応援曲つけれないの。変更することはできないってことは、チーム内で設定されたやつを持ってきてんのかな、応援曲は。どうなんだろうね。まあ、終わりますか。明日から、まあそうですな、侍ジャパン編ということになるのかな。はい。
また戻るから、通常のブルーロックにはこのインターナショナルベースボールが終わり次第また戻って後半戦、まあおそらく、いやまあ分かんないけども、なんとか A クラスでシーズン終えて、短期決戦といきましょう。はい、では、今回ここで終わります。終わり、バイバイ。